皆さんこんにちは、フローマスクです。本日12月28日月曜日ですね。今日もだいたいこの動画上がってる19時とか18時半ぐらいからですかね、ラスト生放送やっていく予定です。とりあえずちょっと昨日ソロプレイでですね、家作ったんですが、それがある程度残ってれば、襲撃で壊されてなければやる予定です。今ちょうど丸1日ぐらい経ったのかな。ずっと放置でやってたんで、残ってればやるんですが、どうなってるかですね。毎回ラストはこのログインの時が一番緊張するというか、不安な時ですね、一番。さあ、家で寝てるのか、それとも拠点が抜かれてるのか。抜かれたとしてもそんなにアイテムないからいいんですけどね。家の形さえ残ってればいいんですが、どうなってるか。ダメ？あ、家の中かな？あれ？天井ある？これ、天井がないかと思ったら影か、これ。大丈夫かな？一応無傷っぽいですね。あ、大丈夫だ、大丈夫。一瞬天井がなくなってるかと思ったら影でしたね。あ、ここは元からなかったんですけど。どうやら無事に拠点は残ってたみたいですね。おお、よかったよかった。まだ桜同盟が効いてたか。ちょっと昨日の配信見てない人は何か分かんないと思うんですが、あー、よかったですね。なんとか家無事でした。ということで今日生放送やります。ソロプレイですね。ラストのソロプレイちょっとやっていきましょう。またブループリントとか集める形がメインになると思うんですが。いやー、よかったよかった。とりあえずできそうですね。ということで、本日の18時半から19時ぐらいからラストソロプレイですね、やっていこうと思います。で、もしかしたらまた違うゲームですね。ある程度したらやるかもしれません。はい、ということで、生放送の方。一応、Twitch の配信は Twitch でも。Twitch の配信は Twitter でも告知しているので、YouTube で告知しない時もあるので、ぜひ皆さん Twitter の方のフォローもよろしくお願いします。ということで、以上アフロマスクでした。皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はですね、最近始めた Twitch での生配信について説明したいと思います。はい、こちらですね、 Twitch という海外の、生配信専用サイトですね。生放送ストリーミング配信用サイトっていうのかな。日本でいうニコニコとか、あとはツイキャスかみたいな感じなんですが、ご存知の方も多いかと思うんですが、一応今アフロマスクはこちらのサイトを使って生放送ですね、実況の生放送を不定期で配信しています。一応今のところ3、4回ぐらいやったのかな。で、今のところ特に問題なく見れているようなので、今後も結構こちらのツイッチでの生配信はやっていきたいと思います。で、こちらなんですが、基本的にはサイトをツイッチと、ここですね、ツイッチというふうに検索してもらえればすぐ出てくるかと思います。で、入れば多分このまま日本語に変換されるはずですね。で、ツイッチはニコニコとかツイキャスのようにチャットでもやり取りができるんですが、チャットに参加するためにはこちらの登録ですね。
このツイッチのアカウントを作らなきゃいけないので、こちらの登録からここですね、ユーザー名、まあ自分の好きなユーザー名ですね、アカウント名入れて、パスワード、生年月日と E メール入れて登録してもらえれば登録ができます。この動画の説明欄にもアフロマスクのツイッチのチャンネルの URL は書いてあるんですが、一応この検索でアフロマスクと打ってもこのような形ですね、出てきます。で、一応過去に配信した動画もずっとではないですが、多分1ヶ月ぐらいは見れるんじゃないのかな。ある程度すると消されてしまうんですが、見ることはできます。で、こちら YouTube でも編集して配信していくので、見れない方でもいずれはご覧いただけるかと思います。まあ、チャットの方もアフロマスクはプレイしながらスマホのアプリで、このツイッチのアプリですね、入れてあるので、そちらでいろいろとコメントは見れるので、まあコメントの意見とかアドバイスは結構採用というか参考にさせてもらいながらゲームを進める形になっています。そうですね。で、一応 YouTube の動画の方にもツイッチが配信された時は、この YouTube の動画の左下の方かな、ここにちょこんとツイッチのマークが出て、なんかツイッチストリーミングナウみたいな形で出てくるので、それをクリックしてもこうツイッチの生配信がご覧いただけます。それで一応ツイッチ配信する際はツイッターですね、ツイッターの方でも告知するので、ぜひ皆さんツイッターの方もフォローですねしてもらえると、いろいろと情報発信はツイッターでも最近は徐々にやり始めているので、そちらでもご覧いただければと思います。はい、ということでアフロマスクからツイッチですねのお知らせでした。